レベル7。レインボーリゾート。なるほど。ついに来てしまったようだな。じゃあ遊んでくるわ。おいきなり真っ暗な感じ？じゃあ俺はこれでいくぞ。このままいっちゃっていいの？ぜっ、ほなんで今のいけなかったんだ。このままいっちゃっていいの？なんか怪しいけど。あれ、なんか動けん。動きがなんかするけど、鈍くなったような気が。気のせいか。おー、いいとこに。いいあれじゃないか、これは。すげえことになってる。ちょっと。それよこせ、お前の。ビームよこせ。よし、いいぞ。これがないともうダメだ。頭話になる。上に対して何もすることできない。またこのクラスメートみたいな顔じゃなくて。悲しくなったか、あの羽は。お、怪しくねえか？ちょっと待って。あそこ怪しい。絶対怖いし、なんかあんだろ。あー、なるほど。お、こんな感じじゃねえか。なんもないの。え、嘘。え、絶対なんかあるんでしょ。え、何かしらあると思ったんだけどな。扉みたいな。よくわかんねえ。カービィって基本よくわかんねえ。あ、ここめっちゃ便利じゃん。ここのビーマーすげえ便利だ。恐ろしいぐらい。いや、絶対近づくんだから。近づいてくるんじゃねえか。ここあれじゃねえか。これ多分上に行けるあれがあるぞ。ほら。お。あ、そうやってやってくるんだね、俺は。地道にやってけんじゃない。なんでだし。あれどうやっていくの？なんか他の能力できんじゃねえ。これはどうだ。バーニング怪しくね。いけてくれ。いった。ありがとう。喜ばしいことだ、これは。晴れ晴れしいよ、もう。俺の教え子たちがなんか卒業式になんか向かっていく。そのような感じのあれだな。おい、帰れねえじゃん。おい、出れねえじゃねえか、俺。いや。は？あ、びっくりした。びっくりした。もう完全に今積んだと思ったぞ、俺。ちょっと。またそうやってな。取り憑かれていくんだよ、もう。吸い寄せられていく。走る車になんかもう。当たりに行くような、そういう感じだよな。あと、前に人が歩いて、なんか、前に人が歩いて、なんか、その人が左に避けて歩いてんのに、俺もなんか左に一緒に行くみたいな。まさに吸い寄せられてる。これ怪しくねえのか。なんもねえのか。そうか、何もないのか。じゃあ、このまま行くとしましょう。我々は。てん。よーし。さあ、やるとするか。ちょっと休憩した。お、何これ。お、何それ。ボス戦、ボスラッシュみたいな感じか。多分そういう類のあれなんだろう、きっと。ちょっとさっき暴れすぎて疲れちゃったもん。もう必死にちょっと今戦ったから。戦ってちょっと今戻ってきたから、もうね、もう今疲れられてんの俺。さあ行くぞ。あ、ボスラッシュはボスラッシュでいいんだけど。で、これで多分なんかそんな来るんじゃねえか。あー、やっぱそれゲーだよな。かかってこいや。よし、目をつぶるんだ。あ、これいけんじゃね？これなんかさ、扉あるよね。扉つうかなんかこれいけるとこあんじゃん。これ実はいけたんじゃん。実はいけた可能性がある。よくわかんねえけど。謎でしょうがねえ。おい。おい。おい。まあこれでいいだろう。で、次のやつはまあ適当に、ぶっ飛ばせばいいんじゃないか？名前が。で、そっからのやつは、ハンマーでぶちのすべて。わーっと危ねえ。おい。え、もらい。いい感じだろ。なかなかこれはいい感じなんじゃないのか。てんてれんてんてんてん。あ、こいつか。こいつはもう苦手だよ、もう。マジでこいつわけわかんねえ、もう。こいつの動きはもうすべて気狂ってんだよ。バカ野郎。バカ野郎。いいのか。気のせいかなんか今。今ね、変な声聞こえたんだけど、俺の耳元で。もう俺の気持ちはでいいんだけど。ちょっと恐ろしくなってきたわ。ちょっと危険かもしんない、そろそろ。やめてくれ、そういった行いすんのは。これいけんじゃないの。あ、いけないね。お。お前、その何そのなんか、狡猾な手口は。めちゃくちゃな、こいつはな。詐欺野郎だ、お前は。突っ込んでくんじゃな、お前は。なんでそれで避けんだ、お前はよ。
とんでもねえやつだこいつは。いかにしたからお前は。そうやってあの手この手でなんか人騙そうとしやがってんの。まだこいつか。もっこす野郎が。お前に俺は倒せねえ。一生ひっくり返ってるがいいさ。どうにかも上？上でいいの？あ、上だ。上でいいんだな俺は。このワープスターは何なんだ。いける屍か俺たちは。このなんかドラマチックなさ、ね、このドラマチックな風景。しかもまだあれなの。あ、ここあれ出口か。なるほど。そいつは素晴らしい話だ。てんててんてん。いいことだぞ。これは中ボスルートみたいな感じ。多いぞ。今度は何ルートだ。あ、またそれ系。またドラマチック。ドラマチック系の。しかもなんかこいつ眠りのあれじゃん。もう眠れってことなのかもしれないか。もしかしたら。俺たちはこの曲を聴きながらも眠ってもいいのかもしんねえ。そういうことなんだ。だからそれを叩き潰すカービィってのはあれだ。もういいよもう。あ、よこせ。だったらそれをよこしながら。ってことはカービィやっぱ恐ろしいあれなんだな。お前がよ、だからクラスメイトの顔しやがってよ。マジでログでもないな、マジで。お前やめろ、お前は。やってくると悪いこと食うともつかないのか。めちゃくちゃな野郎軍団だよ、ほんとに。信じられるか、あれが。おい。お、またお前か。あれってか、こいつ、お前くたばったんじゃないのかよ。てん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 。あの生意気な顔しやがってよ。生意気な顔に俺は体当たりしてぶち込んでいくの。全身の力込めて。恐ろしい奴らだよ。俺はどんだけ敵を、どんだけなんか恨み買ってんの俺、いろんな奴らに。このありえないじゃんって。全てが敵に回ってるから。おい。もう何もかもが敵に回ってる。もう傘ですら敵に回ってるから。もうこの状況が 俺には信じらんねえ。ほこれがカービィの気持ちか。これはヒーローなのか。もはやなんか俺が何をしてるのか。俺が正しいことをしてるのかどうかすらもちょっとなんかもう怪しくなってきたな。この、あ、下はいけないんだ。なるほどね。まだじゃあ3ステージぐらいか。ドゥルドゥルドゥルドゥ。もうこの前が通るわ。だから、これは一体どういうことなんて。なんもできねえじゃん、したら。危ない。やめろ。お、無敵の時もある。お、いいぞ。いいぞ、そうだ。これでいいんだ。これは無敵のあれだ。無敵の法則が出来上がっている。帰れ。ゲームオーバー。起き上がれ。誰が起こしてんだ。あれ、マスターハンドか、あれ。あれ、マスターハンドの可能性があるな。トゥルトゥン、トゥルトゥン。まさかこんなことになると思うなんて。お前はもうよ、俺を騙す。どいつもこいつも俺を騙そうしよう。そうはいかんぞ、今のビーム欲しかったな。俺はビーム欲しかった。お前ら、いい加減しろ。おお、すげえ、大量だ。飛んでいきやがった。よし、これだ。お、音がすげえな。ビビビって。目覚まし時計か。この夢から、覚めることはできないから。あ、でも壁で寝てるもんな。そういうことなのかもしんねえ。おい。そういうことか。夢から覚めろって。あの、スーパーデラックスの、スーパーデラックスのなんかエンディングでもよく寝てんじゃないですか。で、寝てるとこでそっからなんかエンディング、スタッフロールが始まるみたいな、そういう感じだったら。またこいつら来たよ。もう見てくれ、こいつらの顔。一生忘れらんねえ顔してるよ、もう。もう罪悪感がないもん。俺をなんか陥れることに何罪悪感も感じないの。おい。危険すぎる、これ。帰れ。ふざけやがって、マジで。とんでもねえな、ほんとに。この速さなんか、ヤンキーが本当に。イギリだす、田舎のヤンキーだ、お前ら。田舎のヤンキーが成人式でなんか、イギリだってなもんだろ。俺はビッグになったぜ。俺はでかくなった。ヤンキー。ヤンキー三世みたいな。低評価5800万みたいな。わけあんの。俺は何言ってんのってか。やっと超えたか。やっと超えたか、このあれを。敵しかいねえ。俺の周りには敵しかいないのが。そういう人生しか歩んでねえぞ。お前はそれは俺は阻止しなきゃいけない。もう降りてくんじゃないぞ。二郎と降りてくる。ドン！
すごいね。すげえ、すげえ燃えてるよ。とてつもないけど燃えてるんだよ。あー、なるほどね。持ってかよかったな、それだったらな。それはやっちまったよ。あ、この野郎。生きり立ちすぎだろ、お前。ちょっとこっち来ないで、お前。あの、下のあれ何なんだって。はは、これ誰か吸い取る、できないのか、あれは。もう、とんでもないわがまま野郎だな、お前は。おい。わがままもいい加減しろ、お前は。だから、お前は俺がそうやってや、油断するとよ。俺はちょっと優しくなると突き上がるタイプだな、お前は。で、読もうとすると、お前、そうっすね。俺分かってんだもん。もう、魂胆って読むのが。なんじゃ、これは。俺は上から行けばいいか。いや。あ、気のせい？あ、気の、あれだ、なんか吸い込まれる。ちっと、これ、いや、危ねえ、危ねえ。闇の中に吸い込まれる。闇の中に吸い込まれてたら危険だぞ、これ。で、この下に行くのか。もうちょっとこれ、連打していこう。ちょっと来ないで。来ないでって言ってんでしょ。何やってんだこいつは。とんでもねえ、ほんとに。俺はもう集団のあれだ。集団からのなんか恐ろしいあれを受けてる。やめろ。俺に触れるんじゃねえ。俺に触れようと思うな。お前、よこせその能力。その能力をよこせばいいんだな。もういいぞ。それでいい。こっちの方がはるかに楽だ。どう考えてもこっちの方が楽だな。燃えた。ああ、俺は知っていたよ。俺はそうなることを予測していた。あいつを吸い込んだ瞬間からね。だから俺はそれでも行かなきゃいけない。それでも行かなきゃいけないんだ俺は。バカ野郎。まあなんていうの、まあ普通に一個一個やってきゃいいんだけど。そういうことすんのお前は。はい、こっち来い。なんで来ねえんだお前はよ。なあ？こういうことなんだよ。バーニングだ。もう俺の心燃えてるよ。怒りという名の炎で燃えてるよ。めちゃくちゃ偉いからな。許しがたき行いで。もうまた穴があるんだ。おこれは、もうしら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 。いえ。きついな。これはあれだろ、こっちの方がいいだろ。あれ、いたよな、確かな。あれ、あ、いるね。よし。まあ、これで、あ、またなんかビーム系？ビーム系じゃないか。お前は。はいや。あ、復活してくれんね。あ、いける。あ、今ミスったな。マジでミスった、今。ちょ、ギリギリのさ、お前はいいんだよ、お前は。よし。いや、やばくね？あいつならダメか。ちなみにこれは？あ、これもいけんじゃん。あ、でもこれダメだ。いや、こっちだろ。多分これで、ちょっと待って。あ、ダメだ。こういう感じでいかなきゃダメか。これすげえ難しくね？これ超難しいじゃん、これ。いやいやいや。いや、これ。は？何事？これでいける？むしろ。お前ちょっと撃て、そっから。どういうことなの一体これ。痛い！すげえ！うっしょ、いった！おった！これかよ。ふざけんな、ほんとに。マジで死ぬかと思った。はぁ、あ。絶対やらんからな、俺は。絶対やらねえからな、俺は。とんでもねえぞ、マジで。俺もう、やめようと思ったもん、今。もう今、完全にもうやめようと思ったもん。気が狂う。あ、この曲は、ついに、もう気が狂う寸前だったの。てってて、てれれてってってて。悲しみの曲だな。悲しみの曲とともに俺は、やっと先に進むことができるのかっていう、なんかこの嬉しさ、嬉しさがある。そしてなんでこう白黒なの。なぜ背景がこんなあるの。俺は一体どういう世界に住んでるんだ。これはなかなか恐ろしいもの感じるな。これカービィの闇かもしれない。俺が今まで見ていたものは、もしかしたら、偽物だったのかっていう。恐ろしいものを感じるよ。てててててて。いつもの曲じゃねえか。やめろ、お前は。でもなんかアグレッシブじゃないな。思いのほかなんかアグレッシブじゃない気がする。そんなになんか俺に対する敵意っつうかなんか、そこまで感じない気がすると。
てんてん。いい曲だ。いい曲っつうか、何よりも、何よりもだって俺、あれクリアできたことが嬉しいもん。俺もう調べたかんだ、俺。7の5、7の5大砲みたいな。結構割と出てきたよ。クリアできませんみたいな。クリアできない。やっぱそういうあれなのかみたいな。そういうポジショニングなんだな。ポジショニングなんだなっていう。発狂しかけた。でねでねでね、まあ俺はそれをクリアするのできて俺はもう非常に嬉しいよ。あれこんな見たことあるんだこれな。あれここってあれじゃないの、これ昔俺が来た場所なんじゃないか、おそらく。よくわかんねえけど、今まで俺が来た場所のなんかオンパレードみたいな感じなんだきっとな。てれてれてれ、あぶね。こういう時にこれ見えんだ。おい大量に出てくるんだこいつら。でもまあ追っかけてこんな時はまあしかこいつら昔だったら追っかけてくるからな。追っかけてきたっけ、もう昨日と分かんない。もう記憶にねえわ。やめて。持っていかないで。俺の大事なあれを持っていかないでくれ。お前らどこに行こうとしてんだ。お前らはどこに行こうとしてんだ。とんでもない話だ、まったく。てんてんてれん。てか俺誰って戦うの、そもそも。これから先。デレダイオか。デレダイオがボスなんだな。で、そっから来て俺は何かしらをすればいいって話なんだけど。おいて。めちゃくちゃやりやがるぜ。ちょっと待って。汚せ、それ。それを汚しやがれ。でれでって。ハンマー欲しいな。お。いかなかった。悲しいな。悲しいな。さあ、来たか？ええー。マジか。俺はどこに行けばいいんだ。俺は結構調べたぞ、俺は。まだ上があんじゃん。なるほど。そういった恐ろしいあれがあったんだな。お。何が出てくんの？あ、そういうことね。最後のあれが。てれてれてれて。じゃあ行くとするか。行くとすっごい。ついにボス戦が来てしまったようだな。お。お前か。最後お前か。お、でもさすがに、なんか硬そうだな、こいつな。全然減らねえんだけど。何、イベントセンターじゃないよね。全く減らない。何それ。どういうこと？これ。あ、こっちだって減るってこと？ん？星じゃないとダメージ与えられねえみたいな、そういう感じか？まあ、その可能性はある。ほら。お、これ。あ、くそ、ハンマー持ってる間な。ハンマーがあれになるのか。これだと気をつけなきゃいけないな。てれてんてれんてれ、もうやめ。やめんか、お前そうすんの。お前なんでそうすんの？ねえ、ひどくないか。ほら、よし、食らってるぞ。やっとお前の攻略の手口がつかめたよな。やっと出口は見えてきたよ。敵だらけの世界の出口はやっと見えてきたよな。ほら。おお、なんだそれ。よくわかんねえ、攻撃しやがって。さあ、俺の勝ちとさせてくれないか。あー、おで、よし、あと一発ぐらいか。さあ、これでいこうじゃないか。長々とした恐ろしい戦いの経路をつけようじゃないか。早くしてくれ。ふざけやがって。俺の真似をしやがって。俺の真似をするんじゃないかな。早くしやがれ。何でもいいのか。よし、帰れ。張り倒す。レベル8。ドリーム。夢の泉が。何やってるんだい。何やってるんだい。あからさまにやばいとな。あ、これやばいってこと？止めてんのか？めっちゃやばい。なんかカービィなんかすげえ悪いやつみたいじゃん。何これ、カービィが。面白すぎんか、お前ら。お前ら仲良しかよ。お。え、ね、これカービィが封印解いたってこと？そういうこと？じゃあカービィ悪いやつなんじゃないかしたらよ。めちゃくちゃ悪いやつね、こうすげえぞ。この空中戦いいな、俺はなかなか好きだぞ。あ、こっちの方がいいな。楽しいだろ、空中戦は。やめんか、お前は。なかなかこっちしぶとそうだな。お。
なめんね。こっちもスターオークソーな散々やってんだから。スターオークソー散々やったやつだから、お前に、お前ごときにな。負けてたまるかっていう話だろ。おお、危ねえ。近くで撃った方がいい。近くで撃った方がいいのか、多少は。あんま変わんねえか。その方が連射しやすいかなと思ったけど。おお、なんかあれだね。もうだいぶいい感じなんじゃん。怖いな。うわ、今のが曲がったよな。弾のあれが変わったぞな。とんでもねえこと言ってんのかな。いや、もうちょっと倒せんじゃないの。おい、よし、いった。次はなんだ、次は何だと言うんだね。おかけっこ、夢のおかけっこ、僕はここだよ。ハロシーは、よくあんねえのお前は。でか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 。おお、なんか怖いお化けみたいなやつが来たじゃねえか。ああ、俺のスターがやられちまった。俺の仲間がやられちまったぞ、この野郎。何やってんのお前は。もうめちゃくちゃだよねお前。ちょっと危ない危ない。あ、なるほど、そういうことか。なんとなく上がってきますけど、すげえ顔してんだあいつな。ああ、それまずい、それまずい。やめてやめて。何すんの、危ない。魔法使いみたいな怖い顔しながら、あれにそっくりだな。スーパーデラックスのあれを思い出したわ。危ね。おい、さあこの状況から逆転できるんだろうか。もう死ぬんだったらとっとと死にてんだけどな。ちょっと危ね。あいつがなんかトルネード戦法使ってくるの待った方がいいか。それが一番安全ならないかな。そうじゃないか。あ、まずいまずいまずい。あ、今いけたな、多分いけたな。あのあれだろ、なんか光ってるとこやるんだろ、要するに。あぶね。お、まずい。多分ここもいけるな、やり方さえ合ってれば。逃げるはず。なんだろう、これ絶対もう勝たなきゃいけないんじゃないか。ここまで来てしまったら。で、こう来るでしょ。お、うっそー、あっぶねえ、あっぶねえ、よかった。危険極まりねえな、こいつな。今の運が良かったしか言わねえわ。いった、あっぶねえ、あっぶねえ。な、なにくんの。あっ、くそ、今のもったいねえ。なんだ今の攻撃。あっぶねえ、なんやってんの俺。そこいつめっちゃ飛ばしてくんじゃん。あのなんかあの トルネードや、トルネード来いよ。じゃないと俺は困るぞ。あ、それ待って、それ見て。当たんなかったか。くっそ、この野郎。ズームもったいつけなかった。いいえ。やめて、やめて。やめて、ほっぷれ、ほっぷれ、ほっぷれ。いったか、いったか、いったか。ほっぷれ。とんでもない戦いしてんな。俺はいつでもとんでもない戦いしている。だが俺は、ぶちのめしたようだな。もう月がもうあれじゃないか、終わっちまったじゃねえか。星破壊しすぎだろ。だから星のカービィなのか。星のカービィとは。星を、あれか、夢の泉を取り戻すための一人戦ってきたカービィ。デレダイオは悪気があって、夢の泉にいたずらをしたわけではありませんでした。それは夢の泉に悪夢が現れたことから始まった。なるほど。泣いて目をとなる悪夢は夢の泉と流れに沿って乗って、プップランドの全ての生き物を苦しめようとした。だから目を取り憑かれたわ。おう。デレダイは夢の泉の力の源である。スターロッドを隠すことによってナイトメを封じ込めたんです。恐ろしい敵がいたんだな。デレダイの力を借りてカービィは悪夢をつけました。その悪魔はお前自身なんじゃないか。カービィ自身なんじゃないか。スターロッドを泉に戻せばみんなの目は返ってくることでしょう。本当か。今日からは枕を高くして波につくことができそうです。
本当にそうだといいんだけど、本当にそうだといいんだけどな。じゃあ行ったってことか。俺はとりあえずやり遂げたんだな。どうにかこうにか。バイ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 、星つい。うまかった。よくわかんない奴らがいっぱいの。お、これはあれか、エンディングか。エンディングっぽいな。終わったが、ボス戦がエンディングってのは結構なんか斬新だな。なかなか面白いんじゃないの。テンテレンテンテレン、とんでもねえ戦いやってんな。まあでもストーム敵だからあれだな、結構強いな。出た。俺が多分一番苦しめられただろう。テレテレテン。まあなかなか最後の戦い熱かった気がするな。俺も絶対負けるだと思ったけど。逆になんかもう負けてないから、なんかもうなんつうの。もう負けられなくなっちまったみたいな。後に引けなくなっちまったの。あそこまで来てしまったら。これもよくわかんねえな。どういうあれなんて。こいつの目玉が。これなかなか恐ろしいよな。てれてれて。これだ、メタナな。メタナって強かったな。メタナって強かったわ。こいつ一番あれだろ。ノーダメージでクリアしなきゃいけないってなったら多分相当あれだろうな。多分無理だろうな。クッパじゃねえ。デレーダイヤ。まあデレーダイヤはまああれだろ。どうにかなんだろ。てれてれて。こいつもハンマーで倒せなかったのかな。おしまい。終わったか。バイバイだってよ。じゃあ俺も帰るとするわ。帰って俺も今日外に寝るから。じゃあ行くとするか。エキストラゲーム。新しい冒険出かけよう。タイムのマックスは3つ？はい。なんつうの、恐ろしい。伝説の勇者。なるほど。あ、よくわかんねえわ。さようなら。